はい。では Vlog 始めます。ドリキンさん、おかえりなさい。フルサイズ。α7-3 ですよ、それ。うぜえ。まあいいや。カメラ、良くなった。めっちゃ良くなってるはずなんですけど。編集楽しみだね。うん、まあ、とりあえず、外に行きましょう。はい、こんなとこでもなんですから。はい、両手で持たないとダメだ。あ、持ってる。左手を下から支えるように。そしてそれそろりそろり歩いたらどうですか？そろりそろりそれもうね、多分日本だとねやってないと思う。そうすげえドヤで使っちゃった。誰もそれテレビでもそんな見なかった。マジで私のブームだったんだけどそろりそろりダメなの？全然流行ってないと思うよ。あ、そうなんだ。多分ね、僕の予想では。ああ、何が流行ってんだろう今。それはないんじゃない？流行るとか。みんなテレビ見ないから。いや、でもワイドショー的なんです。ああ。じゃあ歩いて喋りますか。はい。どうですか？久しぶりの。撮ってますか？あ、撮ってます。ピロリンって言わなかったけど。え、言ったと思う。レックだ。左手添えた方がいいです。ああ、もううるさいな。大丈夫だよ、ほら。いやいやいや、それやると、手離すと、こういう揺れができちゃう。ああ、そうだね。それが見にくいんです。それがなくなるだけでだいぶいい。このなんか、照りか、なんつうの、光のなんかあ、白飛び。どうなって。白飛びしないでしょ。知らない。白飛びしない設定されてるはずですけど。あ、そうなんだ。じゃあいいけど、なんかサンフランシスコ、スキー場みたいな寒さなんですけど、あのね、でもね、ほんと23日前まですごい暑かったの。あ、そうなの。コートいらないぐらいだったの。なんなら T シャツだった。だってさっきアレクサで見たら6度って書いてあるの。急にそう、週末すごい暑かったの。今日差し出てる。いや、これ寒い方。残念だったね。でも雨降ってたんでしょ。あ、昨日だけだよ。あ、昨日じゃない、なんつうの、おととい着いたらいきなり雨降ってた。火曜日だけ雨だった。ずぶ濡れだよ。え、まあ濡れてはいないですけど。え、帰ってきた時雨だった？なんか雨が降った後の路面だけが濡れてた。ああ、そうそう、火曜日雨だったの。寒いなと思って大変だったよ。もうずぶ濡れで、はい、2度目取れ高ないから急に喋り出す。急に長回しして寒いっていうね。何なんでしょうこれ。あ、電車来たよ。電車の雰囲気をそのフルサイズカメラで映りして。あ、青ですよ。あ、本当だ。撮っていいのかな。危ないっすよ。え、大丈夫だよ、大丈夫だよ。そろりそろりしつこいね。今これどこ向かってんすか？ジョー&ザ・ジュースやってんすか？あと1時間弱ぐらいで閉まる。今日サンクスギビングデーだから、みんな休まないといけないです。うん、ねえ、そうそう。わ、なんかさ、近場に行くとさ、ほら君大きいからさ、手がつらい。手がつらいね。ずっと撮ってきた。なんとか使おうっていう。そういうのダメだと思う。え？そういうのダメだと思う。でもさ、ほらあれじゃん、頑張っていっぱい出した方が上がるんじゃないの？練習にはなるから。でしょ？日々。ひたすら練習にはなる。そう、日々あれですよ。訓練ですよ。どこに向かってんだろう。自分でたまに思うんだよね。これやってて。俺が一番思うもん。なんで急にやる気出してんだろう。私はどこに向かってるんだろうっていう。今までの動画で声も出さずに飛んでたり、急に。飛んないで。影入ってっからとか。すげえピリってたの。急にさ、みんなもびっくりしてると思うよ。どうしちゃったのこの人。そういうお年頃なんですよ。なんかあんのこの。バイオリズム。違う、やっぱり急にやめるでしょ。え？また急にめんどくせえっつって。そんなことないよ。やっぱり思い立ったらちゃんとやろうって決めたらやろうって思うよ。うん。ほら、ちゃんとやった方がさ、脳トレになるじゃん。そうそう。ね、いつまでもあれだから。あ、やべ。だいぶ手開いてその油断しないでこれなんかさっきのだって私鏡で映っちゃってたから、そうそう、はい、ここからねここ映んなよ。なんか近くないですか？そうでもない。うん、近い方が、うん、でも肩がだんだん疲れてきたこれ棒がやっぱり必要だね。スティックつければいいじゃん。うん、でもあれ怖いんだけど折れない？いや大丈夫だよ。本当に？そっか。違うやつにする。ああ、それ欲しい。これ無理だよ。フル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 。うん。フル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 。うるさいね。人に厳しいから。人に厳しいよね。本当に。自分だって最初の頃すごかったくせに。いや別に今もすごい。あ、そう。人に厳しいな。人の見ててさ、俺らその分長回ししないからそうだよ。ああ。長回ししたら厳しいっしょ。そうだね。ちょっとここで一回切ろうかな。手が疲れてきちゃったちょっと一回切ります。はい、ちょっとね手疲れちゃったから休憩したんですけどすごい休憩。なんか力入りすぎないでなんか鉄棒を握った後みたいに手が計上されちゃってちょっと一回休憩。軽症になるから気をつけたね。あ、そうなの？いや、わかんない。あ、お気遣いありがとうございます力入れてる。力入れてるわけじゃない。レベルコーヒーはもう終わり？そうそう。あそこはもう1時？あ、2時。なので噂では餃子ジュースは3時やってるそうです。うん。じゃあ、結構いるよ。本当だ。じゃあここでちょっと一休み。撮ってるよ。久しぶり。何するんですか？私はグリーンアイデンティティみたいな。うん、ケールとブロッコリーとスピナッチ、レモン、キューカンバーのやつ。さらにローカロリーってやつ。そんなのあんの？85カロリーだもん。他のやつ。うん、そこにね、あんまりカロリーいいよ。鈴木さん、頼んでくれました？頼んでくれました？ベストポジションじゃない？そうそう、人いないからね。7時までって書いてあるから。さすがに3時過ぎて3時までな。ね、あそこのためだけに書かないし。そっか。いや、いいっすね。東京にも餃子ジュースが欲しいっす。あ、そう。いや、日本の方がいいとこいっぱいあるんじゃないの？なんか駅とかさ、中に野菜ジュースさんで野菜いっぱいあるじゃん。この雰囲気で餃子ジュースさんもこの雰囲気で高額をむしり取ってる。あ、そっか。高額？高額って何？高い。ああ、エクスペンシブってこと。長回しの鬼。大阪はすごかった。栄えてた。東京超えてた。あの駅前だけ。そんなこと言っちゃっていいの？いや、本当に。いや、東京すごいぞ。いやいや、知らないだけだぞ。じゃあ大阪の新開発さんだから全部グランフロントの周りは新規開発で、高層ビルと建物も全部もうなんか新しいのになってるからすげえ綺麗。その一体だって言ってたけど、全体は東京の方が全体はあれだけど、新規で作ってるところはめっちゃ綺麗だし、だってオフィス桜さんとかフェリーさんやばいです。あれ何階建てのビル？桜さん35階で36やったから。ええー。もうドローンより高いところから見落とす感じだから。そうなんだ。結構すごい景色。メリルさんは14階とかそのくらいだった。そうなんだ。ありがとう。ありがとうございます。これで何分ですか？これでね、どこに出てんだろうこれ。わかんない。ちなみにこれ2分アルファ7-3にサムヤンの 24mm F2.8 っていうレンズ使ってるんですけど、これがね、オートフォーカスが昔は全然ダメだったんですよ。で一応バージョンアップして直ったらしいんだけど、本当かどうかは知らない。大丈夫そうです。フォーカス今これ使ってるやつだ。あ、でもねすごいよ、ちゃんと顔にフォーカス当ててて後ろぼかしてるでしょ、うん、明らかに違うの分かんだけど別だってそんないいよ宝の持ち腐れだと思う。いやいや結構違うと思うよ。まあドリキン取るときはいいけど、ちょっと私、うん、俺取るとき別に何でもいいんだけど。そうだね、なんかおじさん綺麗にしてます。そう、私はこれでじゃあなんか化粧品動画とかこれでやってみようかな。重さもさ、まあでかいけどさ、ありっちゃあるし。これ私がね手ね結構ガタイがいいからいいけど、か弱い女の子無理だと思うよ。そうかな、うん、でも意外とコンパクトっていうか、もうこのサイズでこの性能はないよ。あ、そう、まあいいけど私はまあ腕っぷしが強いからで、このサイズで俺だって自分でやると自撮りの距離だとこの距離になっちゃうから、おっさんがでかいんだけど、うん、自撮りしないでこのぐらいの距離だったらバランスいいよ。バランスいいと思う、うん、ちょうどいいぐらい。だからこれ結構ベストだ、うん、ドリキンチョイスネズミブログ用ベスト装備だから。だね、ネズミのブログはネズミズブログは化粧品とファッションやります。あ、こうって呼ばれたよ。頑張れ。ドリキン取りに行ってくれました。ジュースドリキンジュース持ってきてくれました。すごいきりだね。うわ、超こぼれそう。同じもの頼んだ。うん、じゃあ。ジンバル強化してるから、ジュースこぼれないように歩いてくれ。ちょっと待って、笑わせないで。そこでさ、何のアピール。俺、鍛えてます。面白い。いや、マジだから、これ。面白いね、その変な。いや別にこれなんか受けとか狙ってない。真面目な話。あ、そう。お味の方はいかがでしょうか。やっぱローカロリーだけあって甘み少なめで。あ、そんなのあんの、ローカロリーって言えば。だからさっきも言ったけどメニュー的にローカロリーなんですよ。あんまそんな気にしない。変わんないよ。変わるよ、だって普通のやつ大体250カロリーぐらい前後だけど。これだけ84カロリー。なんかそこにこだわるけどさ、ラーメンとかがっつり食べんじゃん。それこのジュースジャンルのところではそれ変わんないよ。ラーメンとジュースと違いはわかる？木を見て森を見ず。うん。そう、わかんない。後で調べます。じゃあ私も飲もうかな。じゃあバイならはいバイならからのバイならしなくした今カットで消されるの。うん、消さバイならって言ったけど、ネズミでもこれ何サブチャンネルよ。そう、一応ドリキンが出てる時はドリキンのサブチャンネルで私だけが出ているのはネズミズブログにあげることにしましただってドリキンいないのにしょうがないじゃん。あくまでネズミのチャンネルは私と浅見さん、ネズミ浅見さんしか、あなたね浅見さんしか友達いないって言わないで。本当だから。俺はそうは言ってないですよ。なんつったの？一人しか友達がいない。一緒じゃん。一緒じゃんかよ。あさみさんがそうだって本人が思ってないかもしれない。あ、ショック。だって私あさみさんしかつるんでないんですけど。あさみさんとあさみさんが呼んできてくれるお友達としか。衝撃。ネズミブログのエンディングのあれいいですか？あ、そう、あれは一応前になんかすげえ作っててだっていいじゃん別に。あれいいっす。うん、一応前って言わないでなんか一丁前だなとなんかぽいでしょぽくしてみたそこだけなんかさ、うん、すげえやってっからさ。それもじゃあ形からですよ。あ、そう、うん、そうそうだって続けるためにちゃんとずるいなんで作ってあげたじゃんあのなんかスケートのやつとかお気に召さないのあれ飽きちゃったの。いやなんかいいけど音楽だってでもちゃんと YouTube のところでしか使ってないよあの音楽。まあいいんじゃない。うんエピデミックとか使いたいんだけどさめんどくさいっすよあれサブアカウントで使うと怒られちゃうんですよね。だからしょうがないから YouTube ミュージックサウンドなんつうんだっけそこから持ってきた。ネズミチャンネル用にエピデミックまたペット契約するとかしてうんちょっとね音楽ねやりたい。あくれるあそれありがたい。おしゃれな音楽使いたい、うん、ちょっとあの外国人の風のなんつうの、うん、そうそう寒いっすね。こうやって手がだんだん疲れてきたよこの添えてる手が疲れる。でも添えが多分相当効いてると思うけど本当さっきちょっとジョーザジュースジョー&ザジュースで見ましたけどやっぱ画質すごいね。うんいいと思う。そうなんかフード取ってくんないなんかあやってないよ。あもうちょうど終わっちゃったんだ。うん残念ねえコーヒー飲みたい。家で入れるしかないな。じゃあ入れて寒いもんねえ。チェイスセンターとかやってないの。いやいやいや今日サンクスギビングだからねえいつも忘れちゃう。じゃあこんなとこで本当の本当にバイなら飛んでてんじゃん。何が撮影した3分30秒、うん、ねじゃあバイナラって言ってバイナラはいあれバイナラのなんか裏面みたいな、うん、どういうことララバイみたいなそういう寒いことしないそういやもうバイナラみたいなもう危ないから行くよ。はーいサンクスギビングで2時半まででしたバイナラ。